久しぶりに近所で見つけたので買いました。この時も食べてるけど、あ、そうそう、去年から僕の動画見てる方はわかるかと思うんですが、去年はずっと僕牛乳を飲んでて、まあ朝昼晩、まあ大体1日500ぐらいは飲んで、500ミリリットルぐらいは飲んでて、多ければ本当1日牛乳パック1本飲んでる人がもう多分あったんですけど、今年の2月にあって牛乳を取ることをやめました。半年以上経って結局どうだったかっていうのをお伝えしようかなと思います。まあ、結論から言うと、特に変わったっていう思える実感するポイントはありませんでした。まあ、自分の体の中で起きていることだと思うんで、牛乳をやめたから疲れにくくなったとか怪我しにくくなったとか、まあ、そういうのは正直結びつかないし、わからない。いい変化が起きてたとしても、悪い変化が起きてたとしても、まあ、結びつけるっていうのは結構安易で、やってから言うのもなんですけど、これをやったところであんまり分からなかったのかなっていうのは今更ですけど感じてます。ただまあすげえ気になってたので、牛乳をやめたらどうなんだろうっていうのは気になってたので一回やってみたくて、それを半年、まあ最低でも3ヶ月って思ってやって、3ヶ月であんまり何も感じなかったので、まあ半年ぐらいやったんですけど、結論はよく分からなかったっていうのが結論です。で、なんでずっと飲んでた牛乳をやめたのかっていうと、まあ今までの僕は、まあこういう本とか前紹介したことあったんですけど、この本とか読んでも牛乳はいいと、いろいろ入ってて、脂質、タンパク質、炭水化物、ビタミン、ミネラル、リンとか亜鉛とかナトリウム、ビタミン B1、B2、ビタミン A、 いろいろ入ってるし、まあなんかトレーニング後の筋疲労の回復を早めるっていうのが書かれてたりしました。僕は好きなのでずっと飲んでて、牛乳はいいと思ってたんですけど、まあ、今年になってチームメイトのマツケンに借りた本に、牛乳を飲むと炎症が起きたりで怪我したり疲労回復遅くなったり、まあ、合わないことが多い、人間に合う飲み物ではないっていうのが、まあ、一応科学的根拠のもとに書かれてて、で、まあ、それを全て信じたわけじゃないんですけど、そういう他のそれ似たようなことが書かれてたり、まあ、映画とかでもそういうドキュメンタリーがあったり、はい、そういうのを見て、まあそれを正しいと思い込んだわけじゃないんですけど、ちょっとやっぱり試してみたいなと、やめたら変化があるのかなっていうのを、試してみたくてやってみました。はい、っていうのが理由です。だ正直牛乳好きなので、別に味自体が好きで、まあ、ずっとの毎日飲んでたぐらいなんで、なんであんまりやめたくなかったんですけど、まあそれもやめてみて、そうですよね、まあ、結局なんかいろんな牛乳に関しては特にいろんな説があって、一概にいい悪いって決めつけられないし、まあ、僕自身も別に牛乳を否定してるわけでもないし、なんなら好きなので自分の体で実験してみるっていうのをやってみたくてやってみました。本当に正しいことが何なのかっていうのが、まあ 100% 分かることはなくて、どっちなのみたいな、何が正しいのみたいなことっていうのは、本当スポーツしてると特に本当にいろんな説があるの、食べ物もそうだし、まあ、トレーニングもそうだし、いろんな説があると思うんですけど、うん、まあ、そこでどれだけ正しいだろう情報にたどり着けて、自分にとって合ったものを選んでいけるかっていうのが大事だと思うので、正しい情報を収集する能力だったりとか、選ぶ能力、やめる能力、それが結構大事になってくると思うので、ある程度ストレスないように、いいと言われているもの、信じるものをなるべく続けていく、続けやすいことから続けていくっていうのが大事なのかなと思ってます。